いや今回はさ、ね、まあビッグサイトにね、国際ロボット展っていうね、展示で来てんだけど、ただでもこれがまあさ、地球上の技術ってもちろんそうだけどさ、地球上で使う技術ってあるけど、遠隔でもう宇宙空間で国際宇宙ステーションにドッキングしてさ、そこでロボットアームでっていうのももちろんあるけど、まあ、月面基地っていうのを見据えた上でどれだけの企業がそこに賛同してるかだよね、見よう、はい、今日はじゃあロボットのエキスポなんですね。そう、ロボットのエキスポだけど、まあ、ある種一般に見せれる部分がここの領域ってことで、そうでしょ。だからその裏側っていうものを知るためにはまず表面上のこの情報を押さえなきゃダメだよ。で今そのアームの開発っていうのは どこの企業も全部やってるんだけどね、だけど本格的になアバターとして使い出すからね、ロボットをね、そこのコントロールっていうもので、それを安全性を重ねる技術効果としてリアルとバーチャルの両面から提供。だけど、まあ、いろんな技術を見るっていうのはいいこと。ただ地球表面上で活用できるっていうものもあれば、要はこれを月面にいかに持っていけるかっていうのを見なきゃダメだよ、これとかさ、スターセイキさんのあれかな、これとかほら荷物をね、要は、まあ、吸引するとかさ、真空でこう吸い上げるわけだから、分かるでしょ、相手荷物を吸い上げて移動させて置くわけ。で荷物をこう傷つけることなく、ね、運ぶっていう。やっぱ見てるだけで面白いね。これとかもそう。これとかもこの手あるでしょ。手がちゃんとこの吸盤が吸うの。吸ってこの段ボールを、要は段ボールをちゃんと形作るの。吸盤でちゃんと吸い付いてた。で傷つけることなくさ、段ボールが組み立てられるわけじゃん。でもちろんこの段ボールの中にさ、物を詰めるのももうロボットがやることじゃん。もう人間の手っていうものが本当に必要じゃなくなるわけだよな。でもすごいよね、これからの時代ってさ、もうイメージを超えていくからね、もっとね。こういうなんかいろいろデモンストレーションが行われているところだったんですね、でもロボットのロボットの、まあ、デモンストレーションがこう行われてるじゃん、まあね、まあ、じゃあ川崎さんとかね、まあ半導体工場のさ自動化のロボット、まあ、これ熊本とかでもさ、よくまあ今後導入されていくんだろう。この半導体に関してはさ、まあまあ今後この日本の技術っていうのはさ、熊本に集約するっていうんだよね。だからその TSMC っていうさ、まあ、半導体のね、まあ、大手企業とかみんな集まってくる。で国家予算もここに投資してるからさ、まあ、だけど、まあ先端半導体とされるものを、まあ、作らせてもらえればいいけどな、まあな、通信とかね、そういう技術のね、つながる、そうじゃないっていうのが今の日本の現状かもしれないけど、でもいろいろ今開発されてるのが、ね、その熊本でね、の工場に向けて、まあ、熊本は水がきれいだからね、だからこそこういう半導体工場っていうのはさ、きれいな水が必要な、必要な。なんかちょっと進化してるバージョン、おい懐いてる懐いてる。でもやっぱさ、うちで持ってるゴーワンちゃんをさ、レスキュー犬に俺はしたいわけですよ、ね、まあ、災害対策ね、防災犬を作りたいわけ。ゴーワンちゃんをね、本当に進化、ね、することができる人募集しましょう、はい、ね、プログラマー大募集です。今日ね、俺がその注目してるロボットはさ、まあ、そこのちょっと会場行こうか。
れる。これがね、まあ、今日ね、見せたい1個だけど、まあ、人機一体さんですね。まあ、あそこでコックピットになってて、ね、まあ、VR 上においてコントロールするわけ。月面基地とか、そういうのをロボットで、あのロボットで作ることもできるわけ。じゃあもうみんなこうやって VR のね、要はドライバーになっていくわけ。その VR を通して向こうのロボットを動かす。でもっと精密な細かいね、その要は指の動きまでちゃんとできるようになっていったりとかすれば、もっと月面基地でね、もっと活躍できるでしょ。言ったら一つそのアバターだよね。だから人間のその精神性が可視化される時代においてね、今後の職業ってこういうパイロットになるわけ。そしたら精神性が乱れてる人っていうのは AI のジャッジによってもう弾かれる。あれ？だから人を誹謗中傷してるとかそういうのをやっぱやってたらもう AI がもう奪ってもう管理してんだから、だから気をつけろっつって。まだ宇宙時代においてね、こうやって地球上から月面基地っていうのの開発っていうのも行われていくから、だからこれで実際にこうやって VR つけて体感すると分かるけど、もうここのロボット自体が自分この生身のこの体を使ってでしょ。でこのボディと精神は全く別だっていうのもだんだん体感しながら分かるわけ。まあまあこのシーンだけね見せれれば十分です。 VR でさっきのあのロボットだったでしょ。でその延長でこうやってこういう重機としての役割っていうのももちろん使えるじゃん。だけど別にその二足歩行のロボットとかにこだわる必要もないわけじゃん。だから別にそれじゃあ上半身だけでもいいしね。クレーン車の前に、はい、その宇宙飛行士がさ VR つけてその場外に出ないでね、宇宙空間上の中にいながら直すっていうのも時代は来るし、ただ障害を持たれてる方とかそういう人たちがもう最低限の力だけで感覚で操作できるから、やっと障害を持たれてる人たちが健全な人たちと対等な職につけるわけ、うん、あれそれがトランスヒューマニズムね、うん、あの人間と機械が体が一緒になっていくっていうもののその利点の一つだよね、うん、だから時代が本格的にこう切り替わるな。でもあれが要はさ物質的なね、物質的なロボットコントロールっていうのを遠隔でやる時代でもあるし、ね、またあのメタバース空間上でのさ、ね、バーチャルでのそのアバターとされるのも自分たちでコントロールする時代があると、ね、で共通して言えるのはパイロットとして動かすから。なるほど。だから本当に精神性っていうのが優れてないとちゃんとそのライセンスっていうのはもらえないよね、うん、だからタクシーの運転手さんでも飛行機のパイロットでも精神的に疾患がある人な、それは無理だろ、うん、そのまあ道徳だけどな、ある種道徳の次元がねやっぱ低い人っていうのにはパイロットっていうのは渡せないでしょ。でも今後みんなこういうのが新しい仕事だから、少子高齢化社会上においてだよ、高齢者になった時だよ、本当に工事現場をロボットで動かすんだよ。なるほど。ある。でそれが宇宙空間上でも行われるし、地球上から月面基地開発までこういうロボットで VR 通してやるよ。だからそこはチェック対象で、もう AI が全部もう今データを取ってるから、個人個人そういうことね。だからやっと現実が理解できてきたんでね、はい、いやね、はい、今回ねこのロボット展に来たのはね、はい、まあ、言ったらそのテクノロジーっていうものがさ、うん、やりすぎ通して言ってたのがやっと現実にさその近づいてきてるわけでしょ。なるほど。でそのやっぱ VR とさメタバース空間とまたアバターってあるでしょ、うん、でその政府も言ってるけど、で今後その2050年に向けてとかでも言ってるね、ムーンショット計画ってあるでしょ。で1人アバターを3台以上は使う時代が来ますよと、うん、な。だけどその兆しとしての1点。なるほど。でもだんだんもうね、受付も何もロボットになってくるだろうね、うん。
もう世界挙げてっていうかさ、まあ、この国もそうだけど人間に投資をする社会をやめたわけじゃん。で人間に投資した結果さ、その精神的な患いが生じたとか、うん、肉体的な支障が生じたっていうとさ、まあ企業としてもさ会社としても取り返しつかないでしょ、うん、それだったらじゃあロボットにもう投資して壊れたらメンテナンスでな新しいロボットまたそれ用意してくれたりするわけじゃん。なるほど。修理中にはでどん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 じゃあ投資して回収できるって言ったらもうロボットになる。で知能はもう AI がつくんです。人間に投資をする社会をやめたわけじゃん。まあ、ノートっていうものを使って、はい、我々活動、何を活動してるのかは内部報告書としてね、はい、外に出しておきます、情熱メディアで、はい、検索してください。でまた情熱科学に興味がある方は、ぜひ一緒に、活動のことよろしくお願いします。あなたを待っています。